マキマさんには俺から言っといてやるよ。お前は悪魔にビビって逃げたってな。先輩は優しい人なんだな。おい、俺は男と喧嘩するだけ。股間しか狙わねえ。俺は今日初めてうどん食ったぜ。フランクフルトもな、初めて人並みの扱いされたし、初めて飯食わせてもらった。俺にとっちゃ夢みてえな生活だ。俺は軽い気持ちでデビルハンターなったけどよ、この生活続けるためだったら死んでもいい。